オルビエートはイタリア共和国ウンブリア州テルニ県にある人口約2万人の基礎自治体。テルニ県外略図テルニ県北西部のコムーネ。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り丘の上に作られた要塞都市。古くからエトルリア人が住んでいたが紀元前280年頃にローマ人に攻め落とされ近隣に逃れた。以来この町をウルブス。 ウェトスと呼んだのが生まって、オルビエートと呼ばれるようになったと言われている。スローシティ加盟都市、同運動の本部が置かれている。シニオレッリの壁が、最後の審判などで有名なゴシック様式の壮麗な大聖堂をはじめ、今も中世さながらの街並みを残す。また、白ワインの産地としても、世界的に有名。16世紀に、 ローマ略奪のためこの地に逃れてきた教皇クレメンス7世が作らせたサンパトリツィオの井戸という遺跡が残っている。直径13メートル、深さ62メートルという大きな縦穴で内壁に沿って設けられた長い螺旋階段を降りて水を汲みに行く。水の運搬の瓶のため階段は上り用と下り用が別々に設けられ二重螺旋状になっている。 現在も公開されており、実際にそこまで降りていくことができる。旧市街には、劇場、美術館、蒸気性パトリツヨノの井戸、ドゥオーモを持つ教会など、また町の地中を掘り進むとそれだけで遺跡が出てきて、しまうような土地、竹下のエトルリア人の墳墓と伝えられる跡など、イタリア国内、ヨーロッパ、アメリカなど、世界中から見学者が絶えない美しい地である。 市としては、旧市街とは別に郊外に新市街、工業地帯を持つ、またウンブリアジャズの祭典は世界に知られている。ローマテルミニ駅より、鉄道、新幹線鉄道を利用の場合1時間10分、フィレンツェから2時間10分程度、オルビエート駅からは、フニコラーレのオルビエート工作船にて竹上に、築かれた旧市街地まで、地中経由で訪れられる。 自動車利用の場合は高速道路により、これもローマから1時間程度で到達する。駅とは反対側の近代的な駐車場からエスカレーターを乗り継いで市外に上がれる。ありがとうございます。